麻雀ウォッチプリンセスリーグ、今回の選手紹介は水口美香プロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。するしない C ブロックで見事、はい、あのポイントプレーオフ進出おめでとうございます。ありがとうございます。というわけで今回は予選とプレーオフの意気込みを聞いていこうと思うんですけど、はい、今回の C ブロックのメンバー、この予選の内容は自分ではどうでしたか？はい、1節目すっごいマイナスしたんですよ。100以上負けて。珍しいですよね、水口さんがあんな負けるの。なんかそうなんですよね、あのそうなんですよねじゃなくていやいや、もっとそう思った、ま、あの麻雀スタイル的に結構あの、ま、大負けしづらい、そうそうそう、打ち方だと思っていたんですけれどもあの時まではね、ちょっと苦しいスタートだったにもかかわらず、はい、そこからのでも急激な伸び、はい、その次節にまた100ぐらい勝って、あのプラマイゼロぐらいに持っていけて、トントン、で3節目で、まあ、結構上は目指してたんですけど、まあ現状維持って形で、あの望みはそうそうそう、あのプレーオフにつなげたって感じですね。でもそのこう最初言ってもこの V 字復活がね、 V 字復活ねこれがなかったら今ここにいませんからね。はい、よかったです。プレーオフが2半ちゃんで上位1人1名だけがセカンドに行けるんですけど、そうですね、そうなるとやっぱり大負けしない麻雀じゃなくなっちゃいますよね。でもどっちかに転ぶようなね、転ぶ麻雀になっちゃいますね。作戦は、作戦は、うん、どっかで変えます、今までのバランスと。やっぱりちょっと押し気味で攻めが増える、攻めはちょっと増やるかな、増やる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 増やちゃうでもミカさん、はい、超可愛いじゃないですか。いやこれちょっとやりすぎちゃいました。そう、あの似合ってますよ、めちゃくちゃ。服がメルヘンだったから、服も可愛いメルヘンだね。髪もメルヘンにしようと思ったらメルヘンになりすぎちゃって、超可愛い、似合ってるよ。でも30歳三つ編みでもね、うん、30歳で三つ編み似合う人って本当世の中に少ないから。いやいや、やばい、ご両親に感謝した方がいいよマジで可愛く綺麗に産んでくれてありがとうって本当思った方がいい。これヘア名どうしようと思って探してた、うんうん、あのあ三つ編みいいかなと思って見たんですよ、画像を検索して、はいはい、でそれはめっちゃ可愛かったんですけど、みんな茶髪だったんですよ。はいはいはい、だからあの大人の三つ編みみたいになるんですけど、私が黒髪でやったらただのなんかちょっとちょっとでもね、ピータンパン的ななんか大人になり、綺麗な彫刻的な大人みたいなでもそんなね自分が思ってる方向性じゃないです。しっかり可愛い方向で大丈夫でピタパじゃないよ、はい、だからそれもね今日ちゃんとみんなに届けたいんです私見てか珍しいですもんな、はい、いやちょっと初めてやってみたんですよね。でもこれ1個やった時点で、はい、やっぱりやめてくださいって言おうかと思ったんですけど、今更やめてっていうのもちょっと言いにくくないですか。美容院行って半分以上出来かけた時にこれはちょっとってなかなかね言いづらくて、解くんだもんそこからだって、このまま行けと思ってでもそれが初めての試みがうまくね、プレーオフにかみ合い、がっちりかみ合えばもうね、これでプレーオフね、がっちりかみ合えばねどんどんしまうね同じこと言っただけもんでもね、たくさんの応援の声もあると思うんです、はい、うん、水口さん、ファンの皆さん見てくださると思うので、 ありがとうございますぜひその方々に向かって一言お願いします。はい、そうですね、今日はまたいつもの私と違ってマージャンをお届けするかなと思います、動揺だね完全に三つ編みの動揺がまだ引っ張ってるね。大丈夫大丈夫、似合ってるのにドキドキしてるちょっとドキドキしちゃって、はい、あのやっぱり一番難しいところだと思うんですけど、プレーオフファーストっていうのは、でセカンドにまで行けたら2分の1で、うんうん、またあのうん、ちょっ とまだ得意な方のルールなんで、あのここはファーストは攻めて、あの本手が来るのを待って、本手でガリガリ押して勝ち上がれたらいいなと思います、うん、はい、はい、よろしくお願いしますぜひ皆さん応援してください、はい、よろしくお願いします。さあというわけで今回の選手紹介、水口美香プロでした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。